えてストンってしたところでこう構えるぐらいの。やっぱ皮の数が多いんじゃないですか。いいいいいい、5個食べれる。うま、ん、最高。これにデータが溜まってきて、ここに平均が出てくるので、はい、これでやってみましょうか。じゃあこれ使ってお二人も、うん、距離、自分の距離を知るという、確かにいい機会なんで、やってみてください。ポンさんからじゃあお願いします。はい、ドキドキするね。よし、やってみます。お願いします。あー、まあ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 、いっぱいやってますから。そう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 、平均を出して練習になっちゃったんでね。もうそうそう、もうとことん練習しましょう。よし、ありがとうございます。おお、ナイスナイスショー、奇跡奇跡、いい、奇跡が起こった。めっちゃナイスショット。あ、これ、はい、あ、これ止まっていくのね。60ヤード。60ヤード、はい、今60ヤードです。何球か打ったらなんか平均が出てくるらしいんで。何球か打ちます。はい、だいたいこっちに行きがちですね、はい、私。やっぱ左に行っちゃう。本当ですね、確かに。なんで？私が思うに、はい、ちょっとだけ離れてるような気がして。離れてるんだ、球と。もっと近い方がいい。離れてるとこう円がこうよりこう強くなっちゃう。離れ、近いとこうもっとまっすぐになるんですけ ど、離れてるとこういう風に動くから。で、短いクラブは捕まりやすいので、多分余計にちょっと捕まっちゃってるのかなって思います。少し近づいてもらう。あ、いいですね。今ぐらい。これぐらいで。はい。もっと左行った。惜しい。左に行くと思って、ちょっと右向いて打つっていうのが全然ありです。あ、じゃあ、これぐらい右向いてみる。そうそうそう、ちょっと左向いて、あ、右向いて打つってまっすぐ行くみたいな。うん、でそれでまっすぐ行った、まっすぐ行った。なんでな。右向いたらまっすぐ行く。おお。奇跡。平均64ヤード。64ヤード。はい、ピッチングの平均64ヤード。これがそうですね。で、高さなんかも出てきたりとか、あとは体育時間、あとは着地の角度ですね。グリーンで止まる。すごいですね。かどうかっていうのがわかります。はい。でもこれ。やり続けたら本当に自分のこと分かりそうですね。ね、めっちゃ分かりそうですよね。うん、ドヤ顔でドライバーのコツを知りたいです。はい、知りたい。けどボールの位置は、まあ、真ん中よりは左、うん、左目で、私はなんか基本はなんか左足のかかとぐらい、この内側とか言われてるけど、私はそれより多分もうちょっと内側で打ってます。うーん、まあでも真ん中よりは左の方がいいかなっていう感じで。そうね、それこそしっかり顔を残して振り抜くことが大事。足ってちょっと開き目でいいんですよね。うん、開き目でいい、開き目でいい。一番開いとドライバーが。うーん、あー、トムさんも、うん、ミレイちゃんも、うん、なんか構えるときに結構手がピーンってなってて、うん、あ、ピンって、ちょっと角度をつけた方が良くてですね、はい、こうなってるお二人とも、はい、こうやってなってるんですけど、こう手ストンって構えて、ストンってしたところでこう構えるぐらいの、これってクラブのうん、棒がここについてるから、うん、こっち側が重たいんですよ、うんうん、だからちょっとこうやって支えてあげとかないと、うんうんうん、こう振るときに余計にこうやって落ちちゃって、これは右に行く原因なの。腕はピンってしていいんですけど、うん、このここはちょっと角度があった方がいいんです。なるほど。うーん、ここの角度、クラブとの、うん、そしたらおのずと近くなる。あ、本当だ。こうやってるとめっちゃ離れちゃうけど、そうですね、ちょっと落とすと近くもなるし、うん、いい感じだと思うんだよね。なるほど。わー、めっちゃ気持ちよかった今。よかった今のはめっちゃ。確かにそうです。飛んでます。おー、よかった。
ごい嬉しい。では、ミニゲームで、ニアピン対決をやっていきたいと思います。はい、では今日ちょうど、60ヤードがいいですかね、うん、はい、先ほど練習してた距離になるので、すごい、いろんなとこ行けるんですか。そう、いろんなとこ行けるんですよ。すでは、方向を、では右手の白い旗のグリーンを、はい、にめがけて60ヤード打ってみましょう。はい、一人3球ずつになります。白い旗をめがけて60ヤード、ね、60ヤード、はい、狙うとかできるかな。なんかただただ打ってることしかできないから。そう、いきます。いけるかも。いけますよね、60ヤードね。ふー、あー、これあ、来た、気持ちいい。来ました、来ました。おー、入ったーって言われて、60ぐらいだったから。そうですね、うん、で、私こっちに行きがちだから、こっち向いて、そうですね、そうですね、やってみましょう。よし、行きます。はい、あー、全然違った。やばい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 。まっすぐ向いていいのかな。まっすぐ向いてみよう。はい、まっすぐ。よし、入れたいな、その中に。え、そうですね、グリーンに、うん、でも今の惜しかったですよ。めっちゃ惜しかった、 あとだった。よし、いきます。おっ、めっちゃ良さそう。あ、ちょっとでも短い。いやいやいい、交代だ。え、私これ何使えばいいんだろう。え、ここですよね、目指す。そう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 、あれ、いや、まあまあまあ、素振り素振り。打ってない。バンカー。全然近い。ラスト1球かな。ラストです。やばい。そうだね。おー、すごい。今日はありがとうございます。こちらこそです、ありがとうございました。めっちゃ楽しかった。めっちゃ楽しかった。ちょっと勉強になったし、ね、はい、なんか言われたことを守って、うん、意識すると、うん、なんかすごい上達してる感じが実感できて、うん、ゲームもいっぱいできましたし、うん、楽しかったです、はい、楽しかった。ありがとうございます。ちょっとお腹空いてきましたね。お腹空きました、めっちゃ、ね、もう私パン大好きで。そうなんだ、めっちゃ嬉しいです。全部美味しそうだったけど、はい、その中でもなんか美味しいだろうなっていうやつを選んで、はい、ありがとうございます。まずはリコさん、ね、いっぱい入ってそうな、これ選んでいっぱい入ってそう。もう私たち 本音はすごいネギしらす推しなんですけど。ごめんね、先取っちゃったけんね。しかもこの湘南っぽいですよね。茅ヶ崎とか湘南ってこの辺で取れたしらすのイメージ最高。いただきます。いただきます。ガーリックの香りが、うん、この間までアジアツアーだったんですけど、うんうんうん、中華料理食べ過ぎて4キロ太ったんですよ。うん、胃が
膨れちゃって、もうこれ 5個食べれる。うわ、最高。本当ですか。本当本当やばいの。お二人はいつ頃から、うん、その今の職業にこう関連するようなことを始められたりしたんですか。うん、私は中学校1年生の時に、はい、ダンスが好きで、はい、ダンススクールに入ったんですよ、はい、でそこのスクールがきっかけでバンド結成したんです。ダンスからバンドになった。そうそうそう、ある日突然バンドになった、うん、だから結成と同時に楽器を始めたみたいな。それが高校1年生の時だから、そう、もう今18年とかになるんですけど、はい、ガールズバンドとしては活動を休止なし、メンバーチェンジなしで、はい、一応ガールズバンド活動最長記録でギネス記録と。すごい。そうですよね、すごいです。いや、自分たちでも、ね、まさかそんな続くとも思ってなかったから、はい、続くとも続かないとも思ってなくて、はいはいはい、うん、目の前のことに必死だったから、でも気づいたらそうなってて、ありがたいです。いや、すごいですよ、本当に。ミネちゃんも長いよね。そうですね、うん、私も今グループ自体は結成15周年なんですけど、うん、私はちょうど1年くらい経ってから入ったので、うん、今14周年を迎えて、はい、14周年を迎えて15年目に入ったんですけど、はい、中学1年生の時ですね、ちょうど中1の初めぐらいの時に、うん、そのエビ中が活動も一緒に、だから2個中学通うみたいな感じ。あ、確かに。はい、何回かさ、そのフェスの会場とか、うん、音楽番組とかで一緒になったこと、一時期すごい被ってましたよね。でもその時って本当に赤ちゃんみたいな、びっくりして大きくなっちゃって、まさかゴルフの番組でご一緒できると思ってなかったし。確かに音楽番組じゃなくてね、はい、リコさんはゴルフはおいくつからですか。私は一応実家がゴルフの練習場をやっていたので、すごーい、ちっちゃい時からゴルフには触れてはいたんですけど、うん、ちゃんと始めたのは9歳からなので。9歳、今まで私も何歳だ、え、ちょっと待って、え、20、え、もうゴルフ始めて20年以上、はい、20年以上だった、すごい。実家が練習場だったら、うん、本当に練習し放題ですから ね、 ねでも、でもさ、ちょっと嫌になっちゃう時とかないんですか。あるよ、し放題ってなったらしないんですよね。いつでもできるって思ったらしなくて、それで結構親と反発したり、今となっては、まあ、そこに練習し来てくれてたお客さんとかもすごい応援してくださってますし、はい、小さい時から見てくださってるんで、確かにそういうのはありがたいかなって思いながらやってます。すごい、それぞれ意外とみんな長いこと。そうですね、なんか長いですよね、継続してますね。継続タイプ、継続って、うん、なんか自分が今気づいたら、まあ20年以上やってるって今気づいたぐらいなんですけど、うん、そうです、やっぱそうやってお話聞いてたら、うん、やっぱそんなに長くやるってめっちゃ大変なことだよなって、人のことになるとすごい継続って、うんうん、でも自分のことになると、ほら、そんなもんだったっけなみたいな感じ、期間として見たら長いけど、こう振り返ってみたら、そのやり始めたこととかも、うん、なんか昨日のことのように思い出せるっていう。分かる分かる、うん、でもなんかあっという間ですね。最近はなんかライブに、はい、小学生ぐらいの時に来てくれてた子が子供を連れて来てくれるようになったりとか。ありますよね、あるよね、はい、それが本当に続けててよかったなっていうか、うん、続けてないと見れない景色だから。確かに、うん、そう、私もファンの人同士が結婚されて、ね、お子さん連れてきてくださったりとか、はい、そういうのもあって、ね、感動しちゃうよね。それはすごいですね、うん、そういうのが嬉しい。なんか親戚の気持ちじゃないですか。分かる分かる、ファンの方も本当にそういう喜びは続けてないと味わえないから、うん、そういう時に一番続けててよかったなって感じるかな。素敵です。音楽でつながったりとか、うん、やっぱ音楽ってでも本当にすごい、その時の状況を鮮明に思い出せるものだと思ってて、もう聞いたら、うわ、あの時こうやったなみたいな、その時の空気感とかも思い出すぐらいやっぱ残るものなので、すごい素敵だなって思います。リコさんは逆になんかこうゴルフでこれがやりがいみたいなものってありますか。はい、ね、小さい時から応援してくれてる人とかもそうですし、もうやっぱ悪くても良くても、うん、もう18ホールついて回るって本当に大変なことだと思うんですけど、天気もいろいろだし、いつでもどんな時でもずっと応援してくださる方とかやっぱいらっしゃるので、やっぱ結果で、ね、返せたら、もう応援しててよかったなって思ってもらえたらいいなと思ってるので、
それを目指していつも頑張ってます。じゃあ今日はいろいろ教えていただいたので、はい、お礼と言っては何なんですが、はい、プレゼントがあります。嬉しい。ありがとうございます。最新アルバムルミナスっていうアルバムなんですけど、はい、落書きして、いや、ありがとうございます。サイン入りはめちゃくちゃ嬉しい。ありがとうございます。ぜひ聞いてください。ルミナスって、はい、自ら発光するみたいな意味もあるんですけど、クラゲだ。そうそうそう、それでクラゲにしたんです。そういうことなんですね。自分たちがどういう道に進んだとしても自分たちが発光してればどこに行っても未来は明るいねっていう意味を込めて。素敵、素敵な意味。私もあって、はい、嬉しいです。これさっき言ってた、アパレルの可愛い。ゴルフにも使えるじゃん。ありがとうございます。もう今かぶってもバッチリな。バッチリめたグリーンコーデ。いや本当にキャップと可愛い。ソックスですね。ソックス白と黒の2色。はい、2色入ってます。とこれ T シャツなんですけど、胸元にロゴが入ってる T シャツ。か色もいい。色もめっちゃ、めっちゃ嬉しい。横幅あるからすごい可愛く。確かに。あ、似合う。いい感じです。こんなにすごい素敵なプレゼントをいただいて恐縮なんですけど、私はサイン本当に一番欲しい。嬉しい。ありがとうございました。ありがとうございました。使えないね。いや本当にありがとうございました。宝物にして、宝物に頼む。ありがとうございます。いやいや、こちらこそ。大事にしよう。お守りにして、うん、これをこれがあったら飛ぶって、まっすぐ飛ぶって、ベストスコア出る。ありがとうございます。いや楽しかったです ね。楽しかったけど、今度はコース行きたい、ね、コースは実現したいですよね、はい、ぜひ。雨だったから、私とみれちゃんがほんまもんの雨女なんですよ、はい。だから次回はね、ちょっと、ね、ちょっと、まあ、次回はちょっとちゃんと神社とか行って、てれてれポーズいっぱい作って、確かにもういっぱいぶら下げたくない、はい、私もそう決まった日には、はい、次回こそ回りましょう。ぜひお願いします。ぜひぜひ、はい、お願いします。お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。